持ち上げて下顎は楽にしといて、下顎をあーって下げようと思わなくていい。上顎を持ち上げる。そしたら下顎は開くので自然に上顎を持ち上げます。で、鼻の後ろ側らへんを顔の表面全部駆使して持ち上げて、そこを持ち上げたとこから声を頭の鼻の裏側取って、こっから出そうと思います。口のここから声を出そうと思わない。頭のとこから鼻の後ろ取って、これでやっていい。